失礼しました。こういうゲームがあったらやりたいみたいなゲーム案とか要望ありますか？昔ゲーム屋さんをやってる時にそのいろいろ考えたせいになんか自分が作る側に回ってしまうと面白くないということに気づいてしまったんですよ。はい、もう30分ぐらいやって、あ、これ前回僕が終わった後に200円払って書いた人がいるってやつですね。はい、こうやって一通り読んだかな。はい、体調崩した黒、まあなのでフクロウだと思ったらこう夜型のまま生きていくといいんじゃないでしょうか。4ちゃんで訴訟されたりしましたか？訴訟の当事者になったことはまだないですね。あの証人として裁判所に出てこいみたいなの何回かありますけど。ひろゆきさんにとって人生の成功はどんなものでしたか？なんかダラダラゲームしたり映画見たりするっていうのが僕にとっての成功なんじゃないですかね。大学生のうちにやっておくということありますか？まだ1年生です。どうだろうな。サークル、まあ僕は留学しましたけど、留学できるんだったらしといた方がいいですよ。本日の通りか。はい、投げ銭ついでの質問です。よく偉大な発見をした科学者に対するマスコミ側の質問が幼稚だと批判がありますが、専門的な用語だらけの質問をしても見てる一般には分からないと思います。どんな質問が正解だと思いますか？一般人がバカだからバカに合わせてバカな質問をするっていうのは頭のいい人たちの話し合いの時間を奪うことになるので、僕は社会にとって害悪だと思うんですよ。なのでバカが分からないのであれば、それはバカが悪いっていう風にした方が社会は良くなるんじゃないかなと僕は思います。はい、ニコ生主はクズで汚いからオタクに受けるって話を昔ひろゆきがしてたけど、すごくしっくりきたことがある。したことあったっけ？別にクズじゃない人もいっぱいいるし、汚くない人もいっぱいいますよ。はい、頭が悪いのは努力でどうにかなりますか？大体の人になります。ごく一部不可能な人もいますけど、勉強はできますが仕事ができないのに厄介者になっていて辛いです。ああ、それ向いてないんじゃないですか。自分が向き不向きってあるので、その例えばひげおやじさんって僕の知り合いのブサイクのデブのおっさんがいるんですけど、ジャニーズに入りたいとかって言っても無理だと思うんですよ。でそのじゃあ数学が得意っていうタイプの人にじゃあ小説書けって言っても、いやいやそれって違うよね、才能があって話なので、自分が得意だと思うその勉強が活かせるような仕事に変えた方がいいんじゃないですか。さすがにジムにちゃんとられた時は切れた。どうだろうな、切れてはいないんじゃないかな、覚えてないんですよね。ひろゆきの1日の労働時間は 1,2 時間だと思います。日本の若者の投票率を 70% まで上げる良いアイデアありますか？投票したら1万円とかにすれば上がるんじゃない？これでストーリーなのかな。うんこってギリ栄養残ってますか？残ってると思いますよ。うんこを食べる生き物とかもいるので、ふんころがしって生き物だったり、あとそのうんこにこうハエがたかってその栄養を取ったりするので、そういう意味ではうんこにも一応栄養はありますよ。はい、原野で固定資産税かからない1200坪の土地の場合どう活用されますか？その人が来るのかどうかとか、交通の便の問題だったのかとか、あと農地として使えるのかとか、じゃあその木生やすとかっていうのができるのかとかっていうので、いろんな条件がないとちょっと判断できないので、1200坪だから何かができるかっていうとそうじゃないと思うんですよ。例えば野球場にするとかっても平野かどうかも分かんないじゃないですか。なのでこの枠内で質問されても多分答えるのは難しいんじゃないでしょうか。お、ナイスパカ来た。あざっす。ひろゆきさん、油が苦手ってひろやじが言ってたけど本当ですか？本当でしたら何でか聞きたいです。油身が苦手なんですよね。油身ってなんだろう、美味しくなくない？子供の頃結構好きだったんですけど、なんか脂身の多いものを食べるとその時点で僕食欲がなくなってしまうんですよ。はい、なのでなんかその日本で美味しい肉って言われるやつってなんかすごい脂こってりしてるのを言うんですけど、僕はその安い赤身の血の味がするような肉の方が好きなんですよ。だからオージービーフとかで全然いいんですよ。
っていう感じなので、あんまり僕はちょっとあの寿司でもその大トロとかよりは中トロの方が美味しいと思っちゃうんですよ。なんか大トロのその油のなんかそのなんだろうな、ピーナッツバターを食べると僕背中におかんが走るんですよ。ピーナッツバター自体は好きなんですけど、そのなんかね油分多すぎるものを食べるとなんかね体におかんが走る、なんかそのなんだろうな、拒絶反応を体がしてる気がするんですよね。ぶっちゃけ2ちゃん取り戻せるともう5ちゃんと名前と高く使いたくない、あの裁判所が決めるので裁判所に聞いてください。大トロ嫌い、まあ嫌いっていうことではないですけど、ただ大トロの金額出すんだったら普通に中トロとか赤身の方が美味しいよねっていう、赤身を塩コショウで食べるのが好き、あんま僕もそういうタイプですね。海外のステーキみたいな感じ、赤身、そうっすね、海外は赤身のステーキをですね、なんだろうね、やっぱ日本ってそのなんか油がいっぱい入った肉を美味しいと思うみたいななんか文化があるんですけど、油って肉じゃないじゃん、油じゃん。だそのなんだろうな、油が入ってる肉が美味しいって言うんだったらもうじゃあ油だけ食えよと、僕は肉が食べたくて肉を食ってるんだから肉を食わせろと思うんですけど、なんかその肉に油がいっぱい入ってるものを食わせたがるんですよ。そのキノコタケノコ論争とかがあるじゃないですか。その僕はチョコレートが美味しいって言ってるのに、なんかそのチョコレートに何かがくっついたものとかが出されたりするので、僕は板チョコでいいんですよ。なんかチョコ好きっていうとなんかそのおしゃれななんかチョコレートの中に何かが入ってコーティングされたおしゃれなお菓子とかくれるんですけど、僕はチョコレート食べたいって言ってる時に板チョコが食べたいんです。はい、以上です、すいません。和牛過大評価してるよね。あの和牛ってすごく少量をご飯と一緒に食べるおかずとしてはいいと思うんですよ。あの要はご飯っていう炭水化物で味がそんなにないものに油を乗せて食べるっていうのは料理としての一体感もあると思うんですけど、その肉を食べるときは肉だけで僕は食べたい人なので、その別にご飯と食べて美味しいよねはそれはそれでやるので、あのそうじゃないときは肉だけの味で食べさせてもらえますかという気がしますけども、はい。和牛は量食べれない、体鍛えてますか？鍛えてません。ヒレ肉でとんかつを作ると美味しいよね、かつ、うん、はい、なのでパサパサした肉の方が割と僕は好きです。炭水化物と油、味覚がぶっ壊れる、そうっすね、はい。わさびと食べると美味しいよね、脂身、なんかそういう人いますよね。240円のスパチャ飛ばしてるぞ、マジっすか。マグロもそうですが、赤身と中トロでは、あー中トロかな、赤身って鉄のなんか血の味がするよね。ひろゆきさん性善説ですよね、性格悪いのはなぜですか。性格がいいから性格が悪いふりができるんじゃないかな。あの中島みゆきさんっていうあのすごい暗い歌を歌う人がいるんですけど、あの人はラジオのパーソナリティとかしてたんですけど、めちゃめちゃテンション高い明るいおばちゃんなんですよ。っていうので多分あのね、性格がいいから性格が悪いふりができると思うんですよね、というね、自分をフォローするっていうよくわからない流れをしていました。はい、焼肉食べたくなってきた。最後に焼肉食ったのいつだろう。あの焼肉ってこっちあんまない、あんのかな、韓国焼肉とかあんのかな。ボキャブラリーを増やしたいのですが、新しい用語ってどうやって覚えてますか。意識して増やしたこともないし、僕ボキャブラリーむしろ減ってますよ。あのそのフランスに住んでるせいでフランスの単語の知識量はどんどん増えるんですけど、でその分英語と日本語の単語量どんどん減ってるんですよ。なので僕昔に比べるとボキャブラリーめちゃくちゃ少なくなってるんですけど、でもそれはそれであんまり困らないので、ボキャブラリーが多いことってそんなにメリットないのかなっていう気が最近してます。あの要はあのなんだろうな、難しい単語を使うと難しい単語を知ってる人にしか会話が通じなくなるんですよ。で言葉ってそのコミュニケーションをして相手に何かを伝えるためなので、相手の分かる単語で伝えた方がいいので、そうするとボキャブラリーが少なくて簡単な単語で喋った方が相手には伝わりやすいんですよ。なのでその分かりやすい簡単な単語を使って物事を説明するっていうスキルを育てた方が結局物事は伝わりやすいので、ボキャブラリーは少なければ少ないほどいいんじゃないかなという気が僕はします。はい、自分が出たテレビとか見たりする、たまに
両手か両足失わないどっちがやりますか。両足かな。確か100メートル走でパラリンピックって今パラリンピックの100メートル走の人とその健常者の100メートル走の人って速度ほとんど変わんなかったんだよね。であとね10年ぐらいしたら多分ねパラリンピックの方が100メートル走速くなるんじゃないかって言われてるんですよ。で結局その人間の骨ってカルシウムとかでできてるんで限界あるんですけど、パラリンピックってカーボンとか使えるんですよ。でそのほら生き物にカーボンとかねえからみたいな、要はそのカーボンのバネでめちゃくちゃ軽いやつでビヨンビヨン跳ねて飛んでいくわけよ。でさ人間ってさその骨とかさタンパク質とかで作られた筋肉とかさ結構重いものぶら下げてるんだけど、それを全部切り捨ててカーボンでビヨンビヨン飛んだらそれは速いよねっていうので、で結局走るんだったらじゃあその義足の方が速いよねっていうのになるし、じゃあその長距離移動するのが難しいじゃんっていうんだったら別に電動車椅子で十分だし、で別に車に乗ってればいいわけだし、なので結構ね両足なくてもねそんなに困んないんじゃないかなっていう気がしますよ。はい、日本のレンタカー業界で働いていますっていう自己紹介を突然始めるこのリアルゼットンさん、ひろゆきさんがウェブ系エンジニアとして働く場合フロントエンドかバックエンドどちらで働きますか。さウェブ系エンジニアってさフロントエンドのことじゃないの。ウェブ系エンジニアです、 OS いじってデータベースいじってますって言ったらそれウェブ系じゃないよねバックエンドだよねってなるので、なんか質問自体が矛盾してると思います。山田美穂さんから120円もらった。私はひろゆきさんのお話から選べるものがたくさんあり人生が豊かになりました、ありがとうございます。他の本に読んだ方がいいですよ。世の中にはこうまともな本っていっぱいあってそれを見ると結構勉強になりますよ。アクセサリー身につけたことありますか。一応ありますよ。はい、すぐ飽きるんですけどね。メンタリスト大吾のやってることどう思いますか。あ、いいんじゃないですか。あれでなんか役に立つ人がいるんだったら全然みんな幸せでいいんじゃないでしょうか。これから優秀な人しか子孫が残せない的な話を聞くけど、自分の遺伝子を残せないことはそんなに落ち込むようなことなの。単に恋愛ができない持てないことが辛いという話なの。生物の本能として自分の子孫を残せないことに不快感を感じるようにできているのかんですが、持てないことってそんなに苦しいことなんですかね。持てないのと他人から承認されないことをごっちゃにしている人がいるんですよね。ひげわりさんって全然モテないんですけど、そうは言っても知り合いもいいんですよ。すぐ怒るんで。なのでその割とひげわりさんの友達だと思ってるっていう人は結構いるんですよ。ひげわりさんがね、まあ実際友達じゃないんですけど、でもそのひげわりさんはそれはそれでなんか自分友達が多いと思って楽しく暮らしてるので特に全然問題ないと思うんですよね。なのでそのモテるかどうかとその他人が自分に価値を持って見てくれるかどうかっていうそこの承認欲求が満たされるかどうかっていうのは別の話なので、はい。友達さん頭良すぎだと思うんですけど、叶わない壁ってひろゆきさんレベルでも感じますか。僕そんなに友達さんとちゃんとした話したことないからよくわかんないんだよね。 YouTube のお金はドイツが払ってるんですか。なんでドイツなんだろう。最近読んだ面白い本ありますか。最近漫画を読んでいて、アストラの彼方、彼方のアストラ、面白かったですよっていうのをブログに書いたので、興味があれば見てください。おはようございます。いつも応援しています。朝原翔子さん。もう死刑になったんじゃなかったっけ？まだ生きてるんだっけ？天国からだとしたら、はい、天国から200円ありがとうございます。はい、競うなんざ、北斎。まあ、競うこと自体が楽しいっていうのはありますけどね。格ゲーとか面白いですよ。そろそろひげわりのいいとこ行ってやんなよ。両親が金持ち。彼方のアストラは結構面白かったですよ。はい。5巻で終わるんですけど、まあ、伏線がちゃんと回収されるのと、割とその、思ったより壮大な話になってるのに、きちんと落とし込んでるっていうので、なかなか天国には行けてない気がする。朝原さん、天国行ってないかな。まあね、人殺しちゃってるからね。日本の衰退を回復させるためにはどうすればいいと思いますか。少子化対策と教育。面白いと思う YouTuber はどんなジャンルですか。プリミティブテクノロジーというのをググってみてください。一番お気に入りのダーウィン賞何。
なんだっけ、なんかあのエロ本の自動販売機かなんかになんかその電気通そうとして感電した人なんかいるよね。なんかそういうのがあのすごくバカっぽくて好きです。嫌いな経営者、ああ誰とかじゃないけど、あの新宿とか渋谷の街にあの宣伝するためだけのトラック走ってるじゃないですか。僕ああいうの嫌いなんですよね。あの要はその道路ってあの共有地としてそのあのまあ自由に使っていいですよっていうのだけど、でもそのみんながみんな自由に使ったらさ、その混雑しちゃうじゃん。だから必要最低限でその道路使いましょうっていうさ、みんなの善意で成り立ってるんだけど、その渋谷とか新宿とかでさ、そのわざと人通りが多いところでノロノロ走ることで宣伝効果にしてるのって、そのみんなの善意を悪用してるじゃん。でそれが法に触れるんだったら別にあの法に触れるリスクを背負ってやってるから、まあそれはそれでそのなんかリスクテイクしてるからいいよねって話なんだけど、なんかそのリスクテイクをするわけでもないし、そのなんか他人に迷惑をかけるということで成立する事業をしてるっていうのがあんまり僕は好きではないです。これだからすごくなんか倫理的な話になってくるので、別にあの法に触れないんだからいいじゃんって言われたらはいその通りですって話なんですけど、なんかね法に触れる方がむしろ潔いみたいな変な話ですけどね。はい。